アリアンナ・フォリスは、イタリア、ピエモンテ州トリノ県、イブレア出身の元クロスカントリースキー選手。1995年12月13日に、クロスカントリースキーワールドカップにデビュー。この時は 10km フリー54位となった。2001年のラハティ大会にて、ノルディックスキー世界選手権初出場、パシュート28位、個人スプリント13位となった。 2003年ノルディックスキー世界選手権では、パシュート21位、45km リレー7位、30km30 30位だった。2005年ノルディックスキー世界選手権では 10km18 位、ガブリエラ・パルッツィ、アントネ・ラ・コンフォルトラ、サビーナ・バルブーザと共に 45km リレーで、銅メダルを獲得、団体スプリントは5位だった。2006年トリノオリンピック代表に選ばれ、 再び、ガブリエラ・パルツィ、アントネ・ラ・コンフォルトラ、サビーナ・バルブーザと共にリレーで、銅メダルを獲得、パシュート36位、個人スプリント、団体スプリントとも7位となった。同年3月のクロスカントリースキー、ワールドカップスプリントで、初優勝を果たした。2007年のオルディックスキー世界選手権では、個人 10km で、銅メダル、 2009年ノルディックスキー世界選手権ではチームスプリントで銅メダル。2011年ノルディックスキー世界選手権では個人スプリントで銀メダルを獲得した。2010年バンクーバーオリンピックでは 10km11 位、パシュート9位、45km リレー4位、団体スプリント4位の成績を残した。2010から2011シーズンはワールドカップで 自己最高の総合3位となったがこのシーズン限りで現役を引退した。イタリア選手権で通算4勝、また、スキート山のメザラマトロフィー女子の部で2001年の第13回、2003年の第14回に連覇している。2006年にはイタリア共和国功労勲章カバリエーレを受賞した。ありがとうございます。